重慶市は中華人民共和国の直轄市。長江の上流地域経済の中心であり、西南県総合交通拠点である。人口は3022万人。2017年の都市圏人口は1962.66万人のメガシティである。略称は湯で重慶市内にある下両校の故障、油水を由来とする。2019年、 アメリカのシンクタンクが公表したビジネス、人材、文化、政治などを対象とした総合的な世界都市ランキングにおいて世界第105位の都市と評価されている。重慶市は長江上流の四川盆地東部に位置し、東は湖南省と湖北省、西は四川省、南は紀州省、北は潜西省と接する。東西4 7 0トル。 南北4 5 0トルにわたる広大な面積を持ち、総面積は8.24万平方キロメートルである。市の中心部では、北から下両港が合流し、不良で右港が合流する。現在中華人民共和国に4つある直轄市の中で最大の面積を誇る。面積が広大であるため、全域の人口では、上海市、北京市、 天津市の他の三直轄市や香港特別行政区などを上回る。中国の物流の大動脈である長江沿岸に栄えた重慶は古くから水運が発達していたが三峡ダムの完成後は1万トン級の船舶も直接重慶まで航行が可能になり合わせて整備される保税区との相乗効果で重慶港は内陸の国際コンテナターミナルとして 大きな発展が見込まれている。市内にはガス田などの豊富なエネルギー資源があり、内陸部内での輸送コストにおいて有利な点から工業都市として発展している。2014年にはシェールガスの開発、生産も見られた。盆地であるがゆえに夏は酷暑となり7月の平均気温は28.3度に達し、湿度も高く非常に蒸し暑く深い指数は、 非常に高く、日中は猛暑日となり、最低気温が30度を下回らないことも珍しくない。いずれも超高流域の武漢、南京と並んで、三大河路と呼ばれている。冬季の1月の平均気温は7.9度、平均最低気温は6.2度と、内陸盆地に所在するにもかかわらず、かなり温暖である。これは、新霊山脈が北からの寒気を遮ることと、 日照時間が少なく、常に曇っているため、放射冷却が少ないからである。年中曇りや雨の日が多く、中国で最も日照時間が少ない都市の一つである。戦国時代、諸高の国の友恵国は、現在の重慶地区の江北区、港において、都を定めている。町義が職に入って共栄国が消えた後に、港州に兵隊を駐屯させて、港州城を築いた。 旗、漢の公衆城、重慶は、司書の記載に遡ると、2020年まで2336年間の歴史を有する。旗が全国を36軍に分け、重慶はその一つとして、智栄軍となった。漢代の智栄軍は、公州を語って、駅州の州長幹部に所属した。義新南北朝時代、共栄は、慶州、液州、八州、 蘇州に属している。南宋の慶帝2年に、蒙古軍は、成徒を攻め落とし、宋軍は、重慶に交代して、主政を取った。法大河は、重慶府の地府を担当。都市防衛のため、法大河は全力を尽くして、重慶城を鍛え、下陵港まで、西へ、現在の臨港門を拡張した。拡張後の範囲は、大体三国時代の利源が拡張する。 公衆上に比べて2倍拡大して、明、清時代の重慶町の基礎を打ち立てた。1876年9月13日、イギリスはマーガリー事件を口実にし、清政府と中英、芝生条約を締結した。それをきっかけで、イギリスが重慶に領事に駐在することができるようになった。1890年3月31日、中英は、 新定芝生条約が継続して、もっぱら城を増加するを締結して、貿易港として、重慶を確定した。1891年3月1日、重慶税関が朝天文の近くで設立した。1895年、清志帝国は日清戦争の中で日本に打ち任されて、当時4月の締結する下関条約の中期定によって、重慶は日本に、 内陸の貿易港として開放された。同時に、イギリスはフランスがそれぞれ重慶で、領事管区を創立した。韓国臨時政府遺跡地重慶大爆撃の遺跡大爆撃後の死者1929年、重慶は、友江県から切り離され、国民政府の二級のおつ等の召管轄の都市支線省に所属するようになった。1936年、管理する 1939年5月5日、南京国民政府は、重慶を江東の国家直轄市に昇格させ、管轄区域の範囲は大体いい今重慶の主な市外区域である。日中戦争で首都であった南京が陥落すると、1938年に、小解析の中国国民党は、首都機能を重慶に移転させ、重慶の北廃市において、中華民国の中央行政院と、 臨時政府が設置された。1937年に1944年間、重慶は中華民国の首都として、数万の企業、学校があって、8万トン近くの黄金はすべて重慶まで引っ越し、戦時中の中国の政治、経済、文化センターとなり、第二次世界大戦同盟国の極東式センターとされた。日中戦争の中で、川軍57市のうち、 重慶席の兵士は半分の以上であり、対日作戦の絶対的な主力の川軍の絶対的な主力とされた。また、緊急などを中心とした大韓民国臨時政府も国民政府とともに重慶へ避難した。日本軍は小海石の国民政府及び大韓民国臨時政府を殲滅するため、重慶に戦略爆撃、後に無差別爆撃を行った。 その中、1941年6月5日の日本軍の爆撃によるトンネル第3次で7764人の市民が窒息して死亡した。小解析政府は国民政府と重慶市民は対日作戦を徹底する決意を示すためユナ区数広市寺と54の交差点、精神の保留を設立した。ユナ区人民公園には、 重慶市の消防人員の殉職する記念碑があり、臨江門都市広場の近くも大きな爆撃記念碑がある。日中戦争終結後の1945年8月、内戦を避けるため、国民政府は中国共産党と重慶において43日間に渡る重慶会談を行った。1949年11月30日、中国人民解放軍は重慶に入り、 その後、重慶市は中華人民共和国の直轄市となった。1954年7月、重慶市は直轄市から地方都市と変更され、再び四川省に併入された。1997年3月14日、第8期の全国人民代表大会の第5回の会議で、元四川省重慶市、万県市、不良市、 健康地区を合併し重慶直轄市を設立する議案が可決され6月18日に設立された。開放日中央ビジネス地区重慶市の2017年の市内総生産は約19,500.27億元であり中国の都市では第5位である。重慶は1895年に締結された日清講和条約の条文にある新国は慶州府佐市。 重慶府、蘇州府、高州府を日本に解放するにより対外開放され、長江を使って、儀商を経由して東部へ、また、中部の各所への輸送が強化され、外資、民族資本が投入され、近代工業が起こった。日中戦争中に南京市、武漢市などから主要工場を疎開させたため産業が集積した。中華人民共和国成立後、 内陸部工業化の重点都市となり、中蘇対立の時期には、上海市や東北部から工場が、四川省などへ移転し、重慶にも多額の国家投資が1976年まで投入された。重慶は、機械工業、総合化学工業、医薬品、電子機器、電力設備、食品加工、建築資材、ガラス工業、夜勤などの各工業が組み合わさった。 一大基地となり、一時は工業は重慶に学べのスローガンすら出た。一時中国六大工業基地の一翼となるが、内陸部から資本の撤退により衰退をしていった。1980年代の改革開放後、上海など沿海部の都市が目覚ましく発展したのに、対し、重慶は発展から取り残され、以前とは逆に経済的に立ち遅れた地域になっていた。 1997年内陸部振興のため重慶直轄市が新設され、中国人民銀行重慶営業管理部が設置されるなど、再生の努力がなされている。現在の主力産業は、自動車産業であり、また、中国内最大の軍事設備生産の拠点でもある。改革開放政策による急激な需要の増大に、対し、老齢化した設備により一時期待機汚染がひどく、 多数の公害病患者が出たことでも知られたが、重慶市は、中央直轄市として26市かつ区、8県、4自治県を管轄する。遠隔重慶市、編集川は投職、編集平均3、1区不良選区万件選区有用選区万件市、5津1区支援省時期、編集市選省有用選区支選省万、県市市援省5津地区支選省不良地区支選省万、 県畜子戦将重慶市市戦将、英川畜子戦将健康畜子戦将マン、県市戦将不良市重慶市、編集マン県移民開発区健康開発区マン州、移民開発区西部戦区に属する快速、反応部隊である第13集団軍司令部が市内に駐屯し、空軍の第33、重慶市にある985校庭の大学は、重慶大学しかない。 211校庭に所属しているのは、重慶大学と、西南大学の2校である。重慶江北国際空港重慶市内には、重慶江北国際空港、満州一橋空港、健康不良山空港、重慶富山空港の4つの空港がある。重慶江北国際空港が、市内最大級の空港である。重慶期待機重慶西駅市中心部の4つの、 鉄道ターミナルが重慶と中国各地とを結ぶ。この他にも市内には複数の鉄道駅が存在する。市内中心部に係かる西延長江大橋下部を重慶軌道交通が通る鉄道道路併用橋である市内中心部から高速道路が放射状に伸び、環状の高速道路が30に形成されている。また国道は G210 国道。 G212 国道、G319 国道の3本が市内中心部を通る。市内を流れる長江、下両港には複数の橋が架けられ、道路交通の一端を担っている。詳細は、重軽軌道交通を参照重軽の市内軌道交通は、重軽軌道交通によって運営されており、路線網は地下鉄とモノレールによって構成される。駅数は百九十。 路線長は3 2 9キロメートルであり、中国で6位、中国西部で1位の長さを誇る。初の路線はモノレールである二号線であり、2004年11月6日に正式開業前の観光運転を開始した。この路線は中国初のモノレール路線であるとともに、中国西部初の地下鉄道であった。坂を歩いて上り下りしないで、済むように、 有料エスカレーターやエレベーターがある。重慶独特の都市交通手段として、大江を渡るロープウェイが使われている。現在のところ重慶には1本のロープウェイが営業中。火量港を渡るロープ。日本外務省は重慶市に在重慶日本国総領事館を置いている。重慶モノレール第1期工事では43億元の 相当資額のうち ODA による円借換271億円、23億元の支援を実施。大学の廃棄物処理研修や老齢化していた天然ガス火力発電所などに最新廃炎脱流装置を設置するなどを実施した。また、中国沿岸部に対して内陸、西部の発展の中心的役割を担っている同市に対して学校設備整備。 入児死亡率減少を目指して医療設備などの支援を実施した。長江と下両江に挟まれているという立地条件から市内と郊外を結ぶ交通はおのずと橋に集中することになるが、この橋の料金所がボトルネックとなり、渋滞が頻発していた。1999年に市内にかかる重慶長江第一大橋、下両江大橋、 石門大橋の有料三橋の料金収受システムの国際競争入札において、豊田通商及び電送が受注し、日本式の e t c が設置されている。内陸のため地の利が悪いこともあり、日本人の常駐車は重慶市の総人口に比してかなり少ない。鈴木自動車の現地合弁企業である重慶長安、鈴木技社をはじめとした自動車関連企業や、 環境関連企業などが進出していたが、小型車の販売不振により、鈴木が中国からの撤退を決定。2018年に合弁が解消されている。高岳道公式日本政府ブログ掲示板。ありがとうございます。